皆さんこんにちは、うつむしのにょんにんです。ちょっと最近の悩みを話したくてこの動画を作りました。このチャンネルでは主にライダー玩具関連を扱っていますが、ライダー玩具って発売される頻度に波がありますよね。放送初期だとかなりたくさん出ますが、年末から年明けのところで一旦落ち着き、2月3月あたりに2号以降の最終フォーム系が出てから、6月ら辺で主人公の最終フォームが発売されます。まあ、軽タッチに入る基本的な最終フォームね。プレ版に関しても大体そんな感じで、今の時期に予約したやつが次のライダー始まったぐらいに到着する感じ。そして年末までのやつが大体3月とかそのぐらい。一時受注分だとそんなスケジュールで1年が進みます。そうなると今の時期って結構開封動画の投稿頻度が落ちるんですよね。でもメインの活動方針的に虚無期間が生じる形になります。なのでそういう時はショート動画を出しています。ですが最近は開封動画撮ることがほぼなくてショートが多い状況です。そこでメインでやってる開封動画以外に、なんかできることないかなっていうとこで悩んでます。最近出したやつだとフィグロスの解禁方法まとめみたいな感じです。まああれは個人的に好きであげたらちょっと伸びたのでまたあげたっていうのと、楽曲解放演出がすごいのに1回しか見れないので後で自分で見るようです。そんな感じでかつてのようなゲーム系の動画とかあげたいと思ったのですが、約1年半前から行っている活動方針に固めた今、ジャンルが定まってないように見えて新規で登録してくださる方が、登録しづらくなる状況を作ってしまうのではないかと考えています。それならチャンネルを開けたらいいじゃんと思いますが、個人的になるべく一つにまとめたいという勝手な考えを持っています。正直かつてのようなゲーム系の動画ってそんな高頻度で上げるわけでもないので、それなら同じところに上げたいなって感じです。あとサブチャンがありますが、あれは正直コラボ配信用に作成したもので今は撮影の裏側を上げていきたいと思ってます。まあ何を気迷ったか音ゲー動画が上がったりしてますけど、まあ何か色々喋りましたが、まとめると稀にメインの活動方針である開封動画以外のものが上がっても大丈夫なのかなってことです。昨年で言うと太鼓とかスプラトゥーンみたいな動画です。あとわけわからん茶番とか。そしてたまに上がるぐらいなら大丈夫だとしても、そこで何をしようかという話です。今ちょうど久しぶりにマイクラやっているので2年ぶりに出そうかと考えています。その他何かやってほしいことあったらコメントお願いします。まあできる範囲での話ですが。というわけでもう一回まとめると、まるにゲーム系の動画とかいう基本方針的にずれたものを上げても大丈夫なのかというのと、もしも大丈夫なら何かやってほしいこととかありますかって感じです。今続けてる開封動画は今後も続けていくので、それの合間合間に何かやりたいってことです。すごい畳みかけるように話しましたが、先日らへんからこんなことをずっと悩んでました。そして今長期休暇なので、余計に悩んで誰かに話したくて動画にしました。この動画編集に30分もかかってないので、編集ミスあったらごめんなさい。というわけでご視聴ありがとうございました。